なさそう。ちょっともっとさっぱりと軽やかな感じがしますけど、分かる人には分かるっていうね、まあ、みんな分かるか年齢的に次は How high the moon、 みんなで月までぶっ飛びますよ。最初の顔There is no moon above the cloud, it's far away too.
みんなで、というか私がぶっ飛んだところで、ちょっとね、
ズというかソウルの曲を1曲お送りしましょう。この曲をね、私初めて聴いた時から20代の前半だったんですが、もうどうかしてるって、すごい何だこれはっていう感じだったんですが、大人にすっかりなりまして、私もなるほどね大人がっていうさ、あれじゃないですか、そういうやつをね、ちょっとなるほどねっていうのをね、そう、うん、聞いたらわかるちょっとやってみようかなと。何の曲なの？これはね、いけない遊びをミセス・ジョーンズとするという。いいね、ちょっとやってみようかな、息が切れてるな、ちょっとやってみようかな、はい、行きますよ。いや、we've got to be extra careful, no.
スちゃんの作品。いやいや、ありがとうございます。演歌みたいなね。飲んじゃえ飲んじゃえ、もうお金は払ってあるからさ。私のおごりだよ。もうお金払ってんじゃんみたいな。一番高い酒開けてくれ。そうだそうだ、どんべりよしよし、ではでは、次はですね、またちょっとなんですかね、怪しげな曲で、これは80年代にちょっと流行りましたね。バクダッドカフェという映画の、主題歌になりましたね。フォーリングユーという曲をお送りいたしましょう。Thank you.
自分ね、すごく暴れ回っちゃうんですよ、歌うときに。もういろんなものがどっちがいいかって言われましたけども。次の曲もまあ怪しいっちゃ怪しいんです。全部怪しいじゃないかっていうことになっちゃうんだけど、全部怪しいんだよね。そう、次はキャラバンというね、砂漠であなたと私暑い夜をめくれめく暑い夜を過ごすみたいな、ね、そんなイメージの曲です。多分ね I'm sorry.
一番怪しかったね。怪しかったですね。頭がぼーっとしてきちゃったりする、ね、次の曲はあのちょっと可愛い感じのさっぱりしたブルースカイスタイルの、ね、曲をお送りいたしましょう。Bring it to
drink with me, baby. When you kiss me, baby, when you hold me tight, baby. In the morning, baby, all through the night. Everybody's got the fever. There is something you all know. Baby, isn't such a new thing. Fever's not long ago. Romeo loved Juliet. Juliet, you felt the same. When he put his arms around her, she said, Julie, baby, you're my friend. Give me a favor. When we kiss him, Beaver, in a friend of news. Beaver, I'm on fire. Beaver, yeah, you burn for じゃあ最後、景気よく安全運転でルート66などを行ってみましょうか。Get your kicks and roll, sexy, sexy.
Baby,
Thank you.